はい、この9回の、攻防、はい、どうですか。びっくりしますね。ということでしょうね、うん、ですから長嶋さんが言われたように、うん、アウトコースの連続アーチ、2対2の同点になりました。かかって3時間が過ぎました。時刻はちょうど4時。延長時、はい、やはり僕の気持ちとしてはパ・リーグ勝ってほしいですけどね。そうでしょうね、はい、どういうふうに見えました。そうですね、やはり渡辺君先発してくるよりは、ビシビシっと来られたらちょっと打てないなという気持ちが強いです。あ、なるほどね、はい、短いイニングで、短いイニングもと言いますけど、これ延長入りましてね、長いイニング投げるならんか分かりません。あ、そうですよね、日本シリーズは、そうですね、146キロそのまま打席に入りました。本当にも速い球でした。でしょうね、槙原とはちょっと球の質がちょっと違うような気がするんですよね。さっき長嶋さん、この小林外いっぱい、速い球です。